はい、えー、皆さん、こんばんは。えー、レクセニンニーコシの海野です。それでは、あの、今日はですね。 2022年の合格目標の司法書士合格をですね目指す皆さんのための実践力パワーアップ講座の模擬講義といたしましてどんな形で講義を進めていくのかそしてどういう教材を使っていくのかということをですね中心にお話ができればということでこの機会を得させていただきました。今日わわざわざですねこのののコロナのあの、まあま あ危険性がまだまだ拭えない中わざわざ生ではあのこの新宿エルタワ本校まで来ていただいて本当にありがとうございますそしてあの、えー、各レックの本校でも同時中継を今していただいているかと思いますのでそちらの形をあ同時中継を見てくださっている方そして YouTube 上で YouTube ないしはあの録画でもって見てくださっている方もいらっしゃるかと思います。えーまあ 限られた時間ではありますけれどもちょっとこの講座に興味がある方を対象にしまして、えー、結果として取らなかったとしてもね、結果として取らなかったとしてもあ、この一時間、えー、ちょっと講義を聞いて良かったなと思えるようなですねお話ができればなと思っておりますさあそれではあのこの実践力パワーアップ講座なんですが、えー、今年七月の四日に司法書士試験が実施されまして、えー 生講義東京地区とそしてあの関西地区とで生講義が、えー、実施されていきますので、えー、それぞれ開講の時期は若干異なるんですけれども東京地区では、えー、私があの担当しますこの新宿エルタン本校では7月の23日ちょうどですね、えー、オリンピックの 開会式と同じ日ということでですね、オリンピックの方がどうなるかなということをまああのいろいろ。 伺っていたんですがオリンピックの方もまあもう今となってはですねこのまま <laughs> あの開催するという見通しですので7月23日に開校をしていきますそして同じく実践力パワーアップ講座関西の梅田駅前本校生クラスでは、えー、赤松講師が担当いたしますが7月25日開校ということになっていきます、えー、ほぼ時を同じくしてですね、えー、この実践力パワーアップ講座第1回目開校していきますので え皆さん方をまあの迎え入れる体制を、えー、今万全にレックとしては整えているところなんですが今日はですね、えー、その実践力パワーコースの内容、えー、内容というかレベル感をねちょっと皆さんにお伝えをしていこうとでいろいろ考えたんですいろいろ考えたどこを皆さんにお伝えしていこうかで昨年はあの債権法改正がありましたので債権法改正に伴う,う民法の 時効の箇所をお話ししたんですけれどもえー、今年は別にそういう再建法改正というような大きな、ね、扱いではありませんので、えー、だったらばたとえこの講座を、まあ、取らなかったとしても取らなかったとしてもおあ聞いてよかったんじゃないかというふうに、ね、思っていただけるような箇所はどこだろうか。スタッフと だいぶ話しまし,た、えー、だいぶ話しましたでいろいろ、ね、あそこ聞きたいここ聞きたいというふうにあのスタッフの中にも司法書士受験生はいらっしゃいますから、えー、そういったです、ね、スタッフの話を伺いまして、えー、聞いた結果共同提と共同提とがいいんじゃないかと。 いう,ようなことをですね、あのおまあそういった意見をいただきまして、じゃあ共同提言を話していきましょうということで、今日は共同提言のですね実際のテキストテキストのページを使いまして、共同提言についてどれぐらいのレベルでもって説明をしていくのかというのをですね、皆さんにお話しできればなということにいさせていただければと思います。さあ、あのー、今日のレジュメのところなんですが、メインテキストといたしましていきなり百四ページからのものが えー、皆さん方にお渡しされているんじゃないかと思います。えー、この、えー、模擬講義のテキストの中で、えー、バーコード番号は14 14ですよねで、えー、そしてメインテキストとしましていきなり104ページというです、ね、ページ番号になってると思います。104ページからあざっっとご覧になってていいただいて 113ページまでのページそしてページ飛びましてちょっと遊び紙挟んで273ページからですね273ページから200えな何ページ 二百七十三ページから二百七十八ページね、これがあの実際に使っていくメインテキストのページになります。であの途中ちょっとページが飛んでおりますけれども、それはですねあの皆さんもちろん受講された暁にはすべてのページをお持ちということを前提にしておりますのでページが飛んでいることはどうぞご了承ください。そして講義の中で使っていきますサブテキストとしましてはページ番号が五十二ページ五十三ページ、そしてセ セルフレクチャー、えー、これは復習用教材になっていくんですがセルフレクチャーとしましては126ページから129ページまでという内容が皆さんにお渡しされているかどうか、えー、お手元にご準備されているレジュメをどうぞご覧になっていただきたいと思います、えー、この実践のパワーアップ講座ではメインテキストを使いましてメインテキストというのはあの。 いわゆるブレイクスルーテキストにあたるようなまさにメインで使っていくテキストそれに対していわゆるあの初級講座では講義ノートというふうに呼ぶことも多かった講義です。えー 補助教材、これをサブテキストというふうに呼んでいきますそして、えー、復習用教材いわゆる復習用の確認、えー、テスト的なものをセルフレクチャーというふうに位置づけておりますので、えー、この3つのもののですね今回のお話しするところについての、えー、内容についてコピーをお渡ししております。<coughs> 一つですねあのちょっと私個人的なことでですねこれ皆さんに今言うのはどうなのかなと思うんですけどちょっとあまりにもあの皆さんに心配していただいているので申し上げていきたいんですがあの中上級講座を取るというのはですね、えー、大きな意味ではお金を出してスケジュールを買うという要素があるということはもう皆さん、うすうすは気付いていらっしゃると思うんです。そううなんですよ知識というのはあの 普通の予備校で、えー、普通の予備校でっていう言い方おかしいですがちゃんと我々のように皆さん方に受からせたいというですね一心でもって、えー、余すところなく知識を提供している、えー、予備校でもって初級講座を勉強していただければ、えー、受かるための知識というところは初級講座でもってすべて提供されているはずなんです。じゃあなんででわわざわざお金をを出して中上級講座を買ううのかというといすね、えー これはもうお金を出してスケジュールを買っているという要素は否定できないというのはもう皆様薄も気づいていらっしゃると思いますつまり今までは初級講座で、はい、これやなさいこれやなさい、えー、この時期これやなさいこれやなさいというふうにですね、えーまあ、目の前に提示されたものをただひたすらやっていけばよかったところが2年目になって知識としては持ってるけれども えー、だけれどもどのタイミングでどの口座をどれぐらいやればいいのかというのがいまいちスケジュール的にはわからないという方がほとんどであるところ、えー、そこを中上級口座がお金を出してスケジュールを買っているというふうにいわれるゆえんですよね。 どのタイミングにどの講座をどのぐらい勉強していけば受かるのか合格するために必要なスケジュールはどういうスケジュールなのかということを皆さんに提案するのがこの中上級講座の実は最大の目的だったりするんです。もちろろん、ね、1年目のとところで知知識識が足りないという方に知識を まあ補強して差し上げるというのはもちろんそれはもちろん当然のことなんですけれどもでも普通にレックで15ヶ月合格コースなどのね講座をまたは前立腺放管コースまたは9ヶ月合格速習などの講座を取ってくださっていた方は、えー、合格のために必要なあの知識が、えー、頭に入ってないということは基本ないはずなんです。ね、ただそれをお使いこなさ なななななせてない使いこなせててていいいい使こしし定着もしてないじゃあそれを来年の試験に生かすためにはどうやって勉強していけばいいのか、ね、そういったために、えー、スケジュールをしっかりと立ててほしいということでこの中上級講座を利用されるという方が多いということを踏まえた上で踏まえた上で,すよであの皆さん方に対するサポートという面でですね、えー、一つ申し上げておきたいのは あの私今ツイッター上で質問をあの受けている。 というののは皆さんもご存知方ちょっと昨日おとといとちょっとそれ炎上しまして炎上炎上したわ炎上させたわけじゃないんですがちょっとあのおびっくりするほど皆さんの反応が大きくて私自身がちょっと驚いているんですけれどもその、えー、自分の自己性じゃない方に対しても質問を受けているだけどもお,お金を払ってレックの講座を受けている自分たちに対してのサポートはないのかと。 サポートととのの、えー、差別化ははなないのかといいかううようなご指摘をやはりりておりますですから、そこのところはです、ね、今後ちょっとあの開校までのところにしっかりと詰めていこうと思っているんですがただあの皆さん方に申し上げたいのは受講しているからこその、えー、プラスアルファというのはもちろん提供しますよ。 そんな、ね、あのツイッター上であの私の受講生じゃなくても他のお予備校の受講生であってもまた独学の受講生であっても質問答えてますよ。答えてますけど 答えていることと合格との相関関係というのはかなり弱いと思います。いや真摯に答えてはいますよ。答えていますけれども、やっぱりねあのお金を出してスケジュールを買い、そしてええノウハウをまあ皆さんえ買いねもうちょっと言い方悪いですけどお,お金を出して買っていく。そしてえこの 司法書士を手に入れるために口座に乗っかるというですねそのための出費をしてくださっている方たちをもちろん差別化していかなくてどうするんですかということはあのもちろん考えております。ですから、よく、ね、言われるんですあのツイッターで誰から構わず質問を受けているのは自分たち課金したねレックに課金した、えー、自分たちに対する失礼なんじゃない失礼というかそれはねあの ちょっとやめるべきじゃないかっていうご指摘をかなり頂い,いてはいるんですいただいてはいますあのそこはあんまり表には出してませんけれどもあの現実にそういうお声がありますしまあ無理もないことだと思うんですけどいやそれは違うなとこの,えあのおね 講座に乗っかることによってどれだけの皆さんに対するですねその試験に対する負担感を軽減して差し上げられるかそこはもう私自身自信を持ってますしそれがお金を出して皆さんがスケジュールを買うということの、ね、意味だと思ってます。そそのたためにに昨年からももうだっっっんですがちょっとこれはあの最初に言っても あとで言おうと思ったんですけど、まあまあ、ちょっと話の順番で最初に言うことになっちゃいましたけど、えー、これこ、昨年にです、ね、あの配ったあのレジュメのものなんですけどもその合格するための復習方法についても詳細に皆さんにアドバイスをしていきますし はこれ、去年はちょっとあの10月の17日開講だったものですから10月17日スタートになっていますがもうとにかく通学の方だったらどのタイミングに何をやっていくのか通信の方だったらばそこから2週間で今年は DVDDVD の受講生の方のスケジュールも立てていかなきゃいけないなというふうに思っているんですが。 つまりもう一日何を勉強すればいいのかということをですねもちろんこの通りに勉強しなければわからないよそう皆さんをこう脅していくつもりはないんですけれども1つのこう合格の目安としてですね今日さあ何をやればいいのかということをですねわ、まあ、からなくならないようにもうかなりの何、えー、て言うんでしょう。 あの強度で持って皆さんを管理していこうかと、まあ、管理するという言い方はちょっとあんまり使いたくない言葉なんですけどでも、えー、それぐらのことをやって差し上げてもいいのかなというふうに思っておりますのでもうとにかくやり,やりたい気持ちそして司法書士を取りたい気持ちはたっぷりなのに何をどうやっていいのかわからないという方のために、えー、そのためのこう目標をですね、えー 照らして目標を提示していくような講義になっていければなとかそういうふうにしていきたいなというふうに思っている次第ですですので実践力の講義を受講されている方がもしいらっしゃるのであればまさにです、ね、お金を出してスケジュールを買っていく。でもそのスケジュールはお金を 出してこそ手に入る、そしてこのレックでこそ手に入るねスケジュールであるというようなものを提案できるように、私もあの全力でま提案をしていきますので、そこのところはですねぜひあの <coughs> 期待をしておいてほしいなと思います。そしてツイッターでの質問は今後も続けようとは思って ているんですがそ,そこでの質問に対する回答と実際に実のこう受講していらっしゃる方に対するその質問に対する回答とではもともと基礎としてですね、えー、勉強方法についてのレクチャーを受けている皆さんであれば、えー、おのずと違ってくると思いますのであのそこについてはなんだよなんだよお金払ってるのに、ねえー、なんで金払ってない人に質問答えんだよっていうようなご指摘を <laughs> いただき いただ、いただかないただけなないいいいと嬉しいなとしううふうにです、ね、思っている次第です、まあ、一応そこはちょっと申し上げておこうかなと思ってね、あのね金払わなくてもツイッターで質問を受けられるんだったら、うん、ツイッターで質問を受ければいいじゃないかあの見ました、2日前の,あの炎上、ねいや、あれはあの私もちょっと予期,す予期せぬあれだったんでね。その あの余談を話さず、ね、家族の話なんかいいからひたすら実務の話をしろ、ね、いやあのなんでいつ日もあの話を、ね、回答を放置してるんだいやおっしゃる通りなんですけどおっしゃる通りで私はもうひたすら恐縮していたんですけど。 ちょっと私もやりすぎましたね私もちょっとあの、えー、これはちょっとあのダメだな自分の話の影響力をあの気づいていなかったなと大いに反省したんですけどいや過剰反応したのは私の教え子じゃないですか教え子の本職の司法書士がみんなもうどっかんどっかんもうあのねえー、もちろんその方を集中的に攻撃しているわけじゃないんですけれどもえー タイイムライン上ではかなり荒れてましたよね,ねちょっとあれ見てああこれ言っちゃいけないかったことなんだな、ね、あの自分のフォロワーの多さを気付かずに、えー、自分の思いのままにああいうツイートしちゃいけなかったんだなと大いに、ねえー、反省しましてでいろんな考えの方がありますしね、えー、それは今後はちょっとあの気をつけようかなと思った次第なんですけどでもあの皆さん方にまあ 求められている以上はね、えー、広く文戸は開けておきます。ただあのもちろん自分の受講生にはプラスアルファ、プラスアルファどこじゃないですよ。プラスアルファベータね、えー、の上乗せはもちろんしていく所存ですから、そこのところはですねあのちょっといらっしゃったんですよ。ツイッターで質問を受けてるんだったら中上級講座いらないですじゃないですかっていうご質問がいくつかいただいてたので。 いやそれとちょっとこれとは次元が違うよということを、ね、申し上げておきたいと思います。ね、あの前置きごめんなさいでその上でじゃああの今日のレジュメのところをちょっとご覧になっていただくと共同って、ね、せっかくで、ね、模擬講義だからどんな講義するのってことを話ししないともともとの,の、あのー、タイトル通りのことが皆さんにお伝えできませんから。 まずです、ね、このテキスト104ページというところをちょっとご覧になっていただきたいんですがこの104ページというページを見ていただきますとパッと見て実践力の講義を初めて受けられる方には見慣れない風景だと思うんですが網がかかっている部分というのがあると思うんですね網がかかっている部分ここがです、ね、いわゆるあのブレイクスルーテキストなどで私が初級講座中でチェックしてね っていう部分なんですつまりここを軸足にして問題を解かなきゃいけないんだよっていう軸足の部分というふうにご理解ください。でとにかくここが分からなければ司法書士試験に受かることは不可能ですとここの網がかかっている部分については絶対に理解していなければいけませんよという部分を最初から網 をしておりますですので初級講座と違ってチェックをしてくださいという指示はありませんチェックをしてくださいという指示はない代わりに最初からチェックが入ってますでさらにあの実践力の講義の時には、えー、講義の前にです、ね、皆さんに予習をしていただくようにお願いをしております。でそのの予習というのが、えー だいたいた次回ここまでいきますよというふうに前回ですね、えー、次回進む進行ページをあらかじめ申し上げますのでその部分について予習をしていただくんですがその予習をする箇所は網がかかっているところそこを読んできてね読んできてくださいねというものになっているんです。ですから網がかかっているものについてはまず予習の時に1回読んで,で講義中にはもちろん読んでそして復習の時にもまず網がかかっているところを復習しなさい。 これで3回で回す予習、講義、復習で、えー、その雨がかかってないところよりも、まえー、メリハリをもう確実につけていただくということを狙っているというふうに思っていただきたいと思います。ちょっと今日はあの読み上げたりはしませんけれどもそういう役割を担っているということをご存知でいただけるとありがたいです。では続いて2番のところなんですが共同帝都と公順員帝都権者の関係といたしまして。 ここが皆さんあの苦手とするいわゆる同時配当維持配当自順位の代の箇所、ね、せっかくですからあしっかりやっていきましょう。まずは公土地 B 所有の公土地と乙土地 B 所有の乙土地。 こちらの二つの土地の上に低等権者 A さんが共同抵当債権額一千八百万円の共同抵当を有している。で、この高土地、おつ土地はいずれも債務者の所有土地ということになります。高土地は一千万円、お土地は二千万円相当。さあ、この状態において、えー、高土地には二番低等権者 C さんが、お土地には二番低等権者 D さんがいると。さあ、この時 A さんが。えー この二つの高と長つつの競売を同時に実行する。つまり競売を同時に実行する。これを同時配当と呼びましたよね。でそれに対して高ないしは落ちとどちらかだけを競売する。これを維持配当と呼んだわけです。でこの同時配当もしくは維持配当をどちらを選ぶかというのは A さんの自由意志 A さんは低等権者という物件者ですから、えー、直接性がありますつまり A さんがどちらを選択するかは A の勝手であって A が同時配当を選ぶか異次配当を選ぶかについては誰も文句は言えないということだったわけです。 じゃあ A さんが同時配当つまり2つの不動産についていっぺんに競売にした場合にはどうなるかというのがこの104ページ、えー、高土地1000万、落ち土地2000万で競売されたとするとこれは負担割り付けがされた結果1対2で1800万円を割り付けることになりますから1対2つまり3分の1、3分の2。 えー、ということで、高土地の緩和代金1000万円から600万円、A がそして、大津土地の緩和代金2000万円から B 土地1200万円を A がそれぞれ配当を受けていくと。 いうことだったわけですそうしますと高土地の余りは400万400万は2番低等権者 C に行きそして大土地の余り800万円は2番低等権者 D に行くと特にこれは問題がなかったと思います。つまり負担割り付けいわゆる低等不動産の所有者が同一人物 定等不動産共同帝当権の帝当不動産の所有者が同一人物の場合には、えー、負担割り付けされていくとです、ねえー、いうところは皆さんもご存知の通りだと思います。で <laughs> えー、今回のところに関しては104ページ特に問題はないかと思うんですが次の105ページご覧になっていただけますか105ページ債務者と物上保証人所有、えー、今回は A さんが1800万円の債権を有しているところ、えー、債務者 B 所有の高土地時価1000万円相当と、えー、物上保証人 C 所有、乙土地時価2000万円相当との間に、えー、共同抵当権の取得をしている。 でこの時ですね A さんがやはり同時配当を選ぶか維持配当を選ぶかというのは A の自由とということになりますで A が同時配当を選ぶということは B さんの借金1000万なのに B の高土地と B ではない C の落ち土地が一変に実行にかけられるということになります。となると、えー、物情保証人 C さんとしては面白くないと思うんです。なんでえー B の借金のために自分の土地も一緒に競売にかけられなきゃいけないんだ確かにその通りその、えー、物上保証理資産の嘆きは分からなくはないんですがただここはもうしょうがないです。 ここはしょうがないなぜならば C さんは A との間で抵当権設定契約を締結した身分ですから自分で抵当権設定契約を締結しておきながらなんで実行してんだよっていうことはちょっとそれは言えない立場なんですね。ですから同時配当つまり高土地と乙土,土地が同時に実行されてしまうことは止められないと。じゃあ同時配当された結果高土地が1,000万乙土,土地が2,000万で競売に変えられた結果、えー、結局 A さんは1,800万の債権額をどう配当を受けるか。 この点については、えー、債務者と物情保証人という組み合わせであればいわゆる負担割り付けはされなかったんですよね負担割り付けはされないつまり、えー、1対2でもって負担割り付けされるという取扱い前のページの取扱いはされずにまず、えー、1000万円高土地の緩価代金1000万円が A に配当され残り足りない800万円が、えー、C の乙土地から回収される。 つまり1対2でもって交代、オツの負担割り付けをするのではなくまず,さまず債務者所有の高土地から配当を受けるという取り扱いだったと、えー、これはもう皆さんもご存知の通りだと思います。 その結果、高土地については1000万円全額配当をされてしまいますから D さんの取り分はゼロで、おつ土地については足りない800万円の配当にとどまりますから残り1200万のうちの1000万円は二番手当権者 E が配当を受けられるということになっていくわけです。でそのの理由としては、債務者の所有する、 土地で持って債務者の一千八百万円の債務を先に回収するのは当たり前だろうというね、すごく当然なあ配慮が働いたからだということになっていきます。では百五ページ、異なる物上保証人所有の場合です。 えー、高土地、物上保証人 C 所有、乙土地、物上保証人、えー、D 所有この異なる物上保証人所有の不動産をターゲットに A が、えー、共同抵当権を取得している場合でこの C 所有の高土地には2番抵当権者 E が D 所有の乙土地には2番抵当権者 F がいるとしてさあ、この時 A さんが同時配当つまり2つの不動産を一 一遍に競売にかけた場合どうなりますか一遍に競売にかけますと高土地が1000万落ち土地が2000万で売れたとしてここは負担割付けをしていくことになります負担割付けですねつまり1対2の価格比によって1800万円の割付けを行っていく1000万の高土地2000万の落ち土地 1>, 1対2の割合によって1,800万円の負担を割り付けるで結果として高土地の配当額1,000万から、えー、3分の1相当の600万円を A が取得し大津土地の緩和代金2,000万から3分の2相当の1,200万円を、えー、A が取得していく。 800万対1200万1対2によって1800万円を割り当てていくことになりますで、そうしますと高土地の余り400万は2番手当権者 E に落土地の余り800万円は2番手当権者 F にそれぞれ配当されるということだったわけですではここまでよろしいでしょうかここまでを踏まえて106ページご覧になっていただけますかさあここから先 維持配当の問題が出てまいりました。維持配当、百六ページ。維持配当、維持配当というのは共同テトの不動産のどちらかだけを先に競売によって配当を実施するということだったわけです。で、えー、この維持配当の場合、まず甲土地乙土地それぞれ所有者が債務者 B 所有であった場合。 債務者 B 株であった場合の低当権者 A さん1800万円の低当権者です。さあこの時 A さんがどちらかの不動産だけを競売にかけようとしたら、普通に常識がある低当権者 A さんであれば、乙を選ぶというのはわかりますか、えー。どちらかだけを実行にかけるとしたら、甲は選ばないですよね。なぜかというと、甲は1800万円に満たないからです。 で1800万に満たないということはこう実行したところで結局やがてはオツ土地をもう一度実行しなきゃいけないので一回で済むためにはオツ土地を最初から実行するのが普通だからなんですで試験においてもまさにこのオツ土地の実行の方が出ておりますじゃあオツ土地を実行したとしてオツが2000万の競売お金に変わったとしたら2000万のうち1800万円は A が 配当を受けるでどこに200万円が D さんに回ってくるわけなんですがここね、D さん D さんですね。もし A さんが同時配当をしていれば同時配当つまり高土地と落土,土地を両方競売にかけていれば D さんは例ええーあのー、例えてたと例えた例えか D さんについては 高土地と落土地地と両方競売にもし A がかけていれば高土地から金額を受け取れた高土地から価格の比によって2対1の価格比によって金額を受けることができた600万の金額を受けることができた。 というふうに言える以上で A さんがどちらを選択するかというのは A の自由だと言いましただから A さんが同時配当維持配当どちらを選ぶかは A の自由であって他の誰かも文句は言えないんですけどもでもね A が同時配当を選んだ場合と維持配当を選んだ場合同時配当を選んだ場合には104ページのように104ページのように D さんについては800万円の 600万円の範囲でですね配当を受けられたことを考えますとああそうかあのこの104ページと同じ D、うん、さんが。 D さんについてはあ800万円じゃないですね、D さんは同時配当であった場合、104ページの同時配当の場合には、D さん、800万円はトータル手に入る。 ところが今回は2番低等検査として200万円しか手に入っていないその差額600万なわけです104ページにあるとおり同時配当を A が選んでいれば800万円手に入ったところ今回 A が維持配当で落つ土地だけを実行したことによって D さんが手に入るのは200万円になってしまっているその差4その差600万その差600万 これを同時配当か維持配当かで損を受けているということになるわけです。でそこで、えー、A さんがどちらを選ぶかは A の自由とは言ったところで A がどちらを選ぶかによってこのように D さんの受け取れる金額の差がここまで開いてしまうのはどうだとここままでて開いてしううのはどうかということによりまして少なくとも同時配当をしたのと同じ金額分だけ、えー、D さんに あの取得させてあげようという配慮は働いたということになっていくわけです詳しくは106ページ同時配当が行われていれば一番低当権者 A さんが高土地から配当を受けるべき金額つまり A さんが高土地から配当を受けるべき金額である600万円の範囲で D は高土地の一番低当権に代位することができるつまり D が A にとって代わって代位して A の持ってる高土地上の一番低当権を取得するその高土地上の一番低当権を取得する範囲は A が高土地から取れた金額を限度とする。ということは A が高土地から取れた金額というのは、えー、104ページに出てきている600万ということなんです。ですから600万の限度で、えー、A が高土地から取れた金額を限度に。D、が、えー D、が あの A の600万円分の抵当権を代取得するということになっていくんですね。これが392条第2項自順位者の代ね次順位者の第、えー、という話になっていきます。第二順位者については本来おつ土地が実行されて競売されてしまえば D さんは。 200万しかもらえずにさようならのはずなんですが A の気まぐれ同時配当を選ぶか維持配当を選ぶかという気まぐれによって A が同時配当を選んでくれれば104ページのように800万106ページのように A が同時配当ではなく維持配当を選ぶと200万というその差600万の差が生じてしまうのはちょっとこれは D にとってかわいそうだ そこで、ーはこのように維持配当の結果同時配当よりももらえる金額が少なくなったのであれば A が同時配当していれば高土地からもらえた金額を限度としてデが A に代して A の高土地上の一番抵当権を代取得しここでは600万円分の抵当権を実行できるデが 高土地の六百万円分の一番低度権を取得できると。いうことにしたのが、この自順位の代の制度と。いうことになっていきます。さあ、それでは、じゃあ、あの、百、六ページは以上なん。ですが。ここの図でもってですね、もう一つの可能性を、検討しなければいけません。それがですね。今、乙土地の方が価格が高かったことから、乙土地のみが競売された場合。ということなんです。じゃあ、あ A. さんが。 高土地のみを競売した場合どうなるか。高土地のみを競売した場合、でまともな判断能力がある A であれば、債権額一千万万なのになんで一千万円の時価しかない高土地を競売するの？もうそこがおかしいんですよ。一千万万円の債権額に対して一千万円の時価でしかない高土地を競売するというのは、そもそも債権者として判断能力があるのかいなというようなね疑いを持たざるを得ない。だから実務ではまずこういった問題はしそもそも起きません。 で我々消費者氏が相談を受けても全力で止めます。えー、いやいやいや、高土地一千万ですよね。おつ土地二千万だったら A さん、あなたの債権額をカバーする土地としては、おつ土地の方を実行した方がいいんじゃないですかって我々がアドバイスすれば、普通は高土地を実行するという判断には普通ならないんですよね。だからおつ土地を実行するということはよっぽどあの素人の。 当事者が見よう見まねで、えー、競売開始申立書を書いたというような場合に限られるかなまあじゃあそれを前提としては大土地の競売が実施され、えー、あ失礼しました。高反対土土地地のの競競売売がが実実施施さされれた 高土地は1000万だから普通は1800万円の債権額に対して1000万円の土地を実行することは普通ないよね。ごめんなさい。ちょっとちょっとさっき逆に言ってました。えー、1800万の債権のために1000万円の高土地を実行することは普通少ないよね。1800万円の債権の担保であれば、おつ土地を実行するという選択一択で、高土地は1800万に足りないんだから。 これを実行するということは普通ないはずなんですが、はい、107ページ（カッコ D） です。1 0ページ（カッコ D）。で、その上の（カッ C） は飛ばしていただいて構いません。えー、107ページの（カッ C） は飛ばしていただいて構いませんので（カッ D）。じゃあ、万が一 A さんの選択肢として、普通はこうと超実行するというのはないんだけれども。 高土地を実行するというですね選択肢をした場合、高土地1000万円で売れました。じゃあその高土地の換価代金は1000万円全額 A さんに配当されていくということなんです。となると C さんはもちろん残額はゼロとなってしまいます。でこの時ですね、えー、どういう取り扱いをしていきますか。でこれ実際問題に出たことが えー、一度もありません、一度もありませんあのなぜかというと A さんが抵当権を実行するのはまず、落つ土地だからなんですよ、高土地、ね、1000万円の緩価代金で1800万円を埋め合わせないような埋め合わせられないような不動産をわざわざ手間暇かけて競売したところでそれは費用倒れに終わってしまう、普通は分かるんです。だからあの 落土地のみを実行し高土地のみを実行するとか普通やらないのでこれ完全フィクションだと思ってください。高土地のみが競売された場合は、まあ、フィクションだと。でこの時にですね公土地1000万円はもちろん A さんに全額配当されて C さんには0円ということになってしまいます。さあこの時一番低当権者 A さん がで、ね、1,000万円を取得し続いて C さんが配当を受けるでこの時一番低当権者 A 自身が債権全額を回収していないでこれでも二番低当権者 C がこう落つ土地の一番低当権に代位することができるんであろうか何言ってるのかというともしですね先ほどの自獣医の代位というのがここでも起こるのであればこう地 1>, 1, つ土地2 1対2の割合によって1,800万の負担を割り付けた、えー、600万,800万です、ね、1,200万,万,万の負担割り付け額によって C が A に代位して。 落つ土地から1200万円の代位取得ができるんですかと言いますとこれ2番抵当権者 C は、おつ土地の1番抵当権に代位することができない。 ああできるんですけど,できるんですけどただしこの判例は A が最後に債権額600万につき債務者がから弁済を受けることによってその抵当権が消滅することを停止条件とするものと返されているこれ何言ってるのかというとです、ね、確かに106ページ見ていただくと B 所有の高土地と B 所有の乙土,土地1対2ですよね。対で同時配当すれば C は高土,土地から400万落ち土地から800万受け取れたところが A が B の高土地だけを実行したもんで1,000万全額 A に持ってかれちゃったわけです。つまり同時配当していれば C がもらえた金額が脅かされてる同時配当していれば C がもらえた金額。 同時配当をしていれば C がもらえた金額400万です400万が脅かされたとして C は <coughs> 自順位の代400万の限度でオツトチの抵当権を取得できませんかもう一回いきますよ104ページ同時配当をしていれば B が B がですね得られた金額の範囲内 B が得られた金額の範囲内でもって、えー、それは A に代しておつ土地に代取得ができるじゃあ204ページでいうところの同時配当の際に B B の土地が競売されて C が得られた金額、えー、400万の限度でこちらの,あの A の手当権代できるかというとこれは でき,えー、できないといと全額代理することはできないということになってしまうんです。107ページのところを見ていただくとなぜかというとそもそもこれあの2番手当権者 C さんはおつ、えー、土地の1番手当権に代理することができる、ね、できるんですけど A さんが。 債権全額である800万につき債,権債務者から弁済を受けるなどによってその抵当権が消滅することを停止条件とするものと解されているはって感じ感じないですかは何,何言ってんのこのはっていう感じをそのままに、えー、ちょっとねこのレジュメのところの53ページを見ていただきたいと思うんです。レジジュメののところの53ページ <laughs> これあのテキストのガイドページちょっと抜けちゃってるんですけどテキストの53ページのこれは107ページに対応しています。ページ、D、先住民共同提当権が一部配当を受けた場合で <laughs> A が同時配当を選択すると A は高土地から600万、落ち土地から1200万で C は400万 D は800万配当を受けるこれは先ほど言った通りです。 で対象15年4月8日の判例というのがこの107ページの括弧 D に対応しているんですが一番低当権者 A が高土地を実行して1000万円の配当を得た場合一番低当権者 A が高土地を実行して1000万円の配当を受けた場合 A は債権全額を回収していないので後に A のちに <coughs> えー、落ち土地を実行して800万の配当を受けることができる何言っているのかというとこれはあの元本だけではないからなんです債務の金額というのは利息や遅延損害金などを、ねえー、当然、加算していきますので。 今、一番低度権者 A さんが高土地を実行して1000万円配当を受けたとしても当然、この1000万円の融資には利息や遅延損害金等も発生していたであろうにそうすると、えー、A は債権全額を回収することができていないということになってしまうんですね。 でこの時400万円の配当を受けられると期待して余計予定が狂ってしまったあ C さんは民法392条2項の、えー、公壇の規定によりオツ土地の一番低当権に代位することができるこれ先ほど言いました同時配当していれば得られた金額を限度として、えー、代位できるしかしオツ土地上に代位した C と A との関係はあくまでも A が優先するのであり A が、落つ土地を実行していないにもかかわらず C がしゃしゃリ出て一番低騰権者として落つ土地を実行しその緩和代金から100万円400万円判定判定を配当を受けるというのではあくまでも A が一番低騰権者であり C は二番低騰権者であるということから考えても理不尽であると。えー、そこで C は落つ土地に、えー 代する,ことができるが A との関係上 A がオツ土地を実行して A がオツ土地の緩和代金から800万円プラスアルファの配当を受けた後に C が初めてオツ土地について代してオツ土地の緩和代金中1200万から A が配当を受けた800万プラスアルファについて配当を受けることができることにしたのである。 これちょっと今1回読んで分かるかどうかというと,ちょっとかなり厳しいんですけれども皆さんゆっくり読んでいただいてこの平成大正15年の大臣の判例の4月8日の判例ですねこちらのところをこれでもって説明に変えさせていただこうと思います。ちょっととこここのの講義の中でれれを詳ししく説明することはいたしませんけれども あの皆さんの方でちょっとご覧になっていただきたいなと思います。さあそれではじゃあの戻っていただいてテキストの108ページを戻ってみてください。108ページです。それではあの108ページ債務者と物上保証人所有債務者 B 所有の甲土地と乙所有物上保証人 C 所有の乙土地で甲、えー、土地には二番抵当権者 D が 乙土地には二番手と権者 e がそれぞれついているとしまして。さあこの時やはり a さんは同時配当するか維持配当するかどちらかを選べることになります。で同時配当をしますと。高土地が時価三千万で競売にかけられ。乙土地も時価三千万で競売にかけられる。そうしますと。この b. C. というですね。あの。 B、C という組み合わせの今回、B、C という組み合わせの今回、えー、高土地のみが競売にかけられた場合、3000万円が、A ささんにに全額ストトレートに配当されていきますで、高土地のみを実行したわけですから、高土地が3000万のお金に代わり、その3000万は、B が金返してないことの借金3000万なん,なんですから、 帝都権者に全額う弁済がされるとそうすると D さんはゼロでちなみに同時配当をしていれば D がもらえた金額の限度で A に代して A のおつ土地の一番定当権を取得するつまり同時配当をしていれば好順位者 D が得られた限度によって D は A. に対して A. の乙土地の一番抵当権を大取得する。起こりませんよ。起りませんよ。なぜかというと。A. の B. に対する債権。B. の土地で持って、実行されて、弁済されて、きれいさっぱりなくなってる。つまり。<coughs> その甲土地にいる二番抵当権者 D. がですね。A. に対して A. の持っている乙土地上の。 2番定当権、乙土地上の定当権を代取得するということは予定されていないということになるわけなんです。<laughs> となりますと今回、D さんは侍従の代をすることができず D、ね、さんはゼロになってしまいますよということだったわけですよね。で <laughs> ですからあの、ちょっと今口頭で説明してたんですがある程度口頭で説明するとちょっと無理があるから書きますかちょっと口頭で説明するとあ,ある程度あの無理が生じるのでちょっとプレゼンターに書いていきますと、えー、プレゼンターに書いていくと今、1、2ですけど、括弧こ,こ1、かっ1。 1>, 学校1のところでこれがあの高知お土ああ高知お土高知お土392条1項の負担割付 <laughs> 高知 お392条1項の負担割り付けと392条2項の、えー、自順位の代ですね。順順位の自順位ののということを図表にすると括弧1というのは高知債務者落ち お土債務者さっきやりました高知債務者、小槌債務者同時、高知債務者、小槌債務者で同時配当のときには同時配当のとき、同時配当。 で維持配当ちょっと書いていただいて同時配当の時には負担割り付けされますか維持配当の時には自重の代が起こりますかということを検討していく。で先ほど106ページでやりました,ページでました債務者債務者だと同時配当をすると負担割り付けされますよ。 そしてもし維持配当をしたとしても高順位者は同時配当をしたのと同じ金額まで自順位の代ができますよということで「丸だったんです。えー、それがあのテキストの105ページ6ページの内容ということになります。じゃ括括弧弧 コ、えーチが債務者所有お土が物上保証人所有の場合にはどうなりますか物上保証人所有2高地が両方高地が債務者所所有お土が物上保証人所有でテキストでやりました <laughs> 209ページ二百九ページという208ページ9ページの内容になっていきます。 でこの時に同時配当と維持配当まず同時配当をしてだから108ページですよ108ページ百八ページの状況で同時に競売を実行しても両方競売かけられるんだけど負担割り付けはされません。されませんなぜかとというと 百八ページの債務者 b の公土地から先に配当を受けるから受けるべきだからです。えー、いわゆるあの債務者の借金なんだからとね。債務者の b さんの借金なんだから b さんの公土地から先に配当を受けるべき。負担割り付けはされない。でそうすると自重の代というのは負担割り付けを。 したらもらえた金額をもらえなかったときに負担割り付けしたのと同じ金額をあげましょうという制度だったことを考えますとそもそもこの「108ページ」の場合には D さん A さんが同時配当していれば負担割り付けしていればもらえたはずの金額 ないんですから A さん A さんが同時配当によってもらえたはずの金額というのがないよって D さんについて自重の代も起こりませんよ自重の代ね A さんがもらえた金額はもらえなかったじゃあ A に代して実行していないオツ土地上の抵当権を代わりに取得しようということにもならないというふうに思ってみてください。じゃあ続いて今やりました カッコさんのおコーチが債務あ債務じゃない物上保証人の物上保証人の Y 所有物上保証人、えー、コーチについてが物上保証人の Y 所有 Y じゃないで C 所有か物上保証人、C 所有でお土についても物上保証人、C 所有ね110ページですよ、110ページ。物上保証人同士だったらどうなりますか物上保証人同士だったらどうなりますかで、この時同時配当をすると同時配当をすると物上保証人同士の場合には例えあ物上保証人同士の場合には 負担割り付けをしてくると同一物上保証人同士の場合には負担割り付けをする。ということは110ページ3対31対11 1対1で3000万円を割り付けると1500万円1500万円ということになっていくところ今回維持配当で高土地のみを実行して あだから二割付けされるところ、えー、自順位の第維持配当の時はどうなりますかと公土地のみを実行して3,000万円のうち A が3,000万円全額持っていくと、D、はゼロになっちゃいますよねでも D は同時配当していればもらえた金額をもらえるわけですから同時配当していれば D さんはあまり1,500万もらえていた以上を 二番抵当権者では、乙土地の一番抵当権者に代位することができるということで。これ、丸と。えー、いうことになっていきます。物上保証人 C. と物上保証人 C.、えー、負担割り付け、同時配当の時は負担割り付けされますよ、えー。維持配当の時は同時配当でもらえた金額までは、えー、もらえますよ。はい、問題なのは、続いて百十一ページです、えー。物上保証人、えー、括弧四。 仏上,上保証人の C さんと仏上保証人の D さんつまり異なる仏上保証人の場合というのが続いて111ページに出てくると さあ行きましょう。高土地 C 所有4000万、乙土地 D 所有2000万、そこに A が3000万円分の共同定投権を取得し、あ共同定投券を取得していると。さあこの状態でですね、C さんの高土地には二番定投権者 E さん2500万の E さんがおります。で、同時配当をした場合、ちょっと書いてませんが、同時配当をした場合には。 同時配当した場合にはここ負担割付もあれなんですよだからいっぺんに実行した場合には2対1つまり A は高土地から2000万乙土地から1000万という2対1の配当になっていきます。覚え方としてはですね負担割り付けされないのは債務者物上保証人だけって覚えておけばいい。 負担割り付けされないのは、なんで債務者の借金なのに、私の土地が犠牲になんなきゃいけないのっていう。債務者と物上保証人の時だけ、罰。それ以外は、みんな同時配当の時には、負担割り付けもあると、覚えてみてください。で、えー、いうことで、同時配当の時は、特に問題ない。問題は、維持配当なんです。百十一ページ。えー、で、高土地が四千万で、乙土地が二千万だったら。 3,000万の債権を持つ A さんは普通な常識があれば高土地を実行するというの分かります落つ土地を実行してもですね結局3,000万に満ちませんから A はまた残りを高土地実行しなきゃいけない二度手間になるので普通は3,000万の債権を持つ A さんは3,000万以上の価値のある A 土地を抑えてくる実行してくるのが一般的ですじゃあ A 土地を実行するで4,000万のお金に変わった時に4,000万のうち3,000万が当然 A に行きます。 で残り1000万が E に二番手等権者 E に配当されます。でも E はまだ残債1500万あるということなんです。さあこれを踏まえまして、これを踏まえてですね、じゃあこの残債1500万円を E が確保するために何かできないんですか。残債1500万円を E が確保するために何かできませんか。 ここで出てくるのがいわゆる、の話なんですよねでなんでここで物上代が出てくるのっていう話ではあるんですがこれが111、ね、ページ,ページまず、この E さんが,、e、さんが今 C さんに対して非担保債権を 持ってますよね E が C さんに対して非担保債権を持っているで C さんの不動産が今回土地なんですけども建物だと思っていただいてで E さんがこの C の建物に定当権をつけているという場合でちょっと想像をしてほしていんですでこの状態においてです、ね、E が C に債権を有しておりそして C さんの土地上に定当権を取得している。 でこの時に C さ,んは C さんは A さんに対して保険金火災保険金をかけていました保険金請求権。保険会社 A さんに対して保険金請求権をかけておりました。で今回この C の低当権の目的であるこの家屋が。 全焼してしまいました。この C のー建物が全焼してしまったとしましょう。C の建物が全焼してしまうと、A、E の抵当権の目的物はこれに、えー、よって抵当権の目的物が消えてしまった以上、E の抵当権も消えてしまう、えー、というふうに思いきや。 抵当権の目的物たる建物が他の何かに姿を変えたとき、その他の何かに対して抵当権者は物上代できましたよね。物上代。つまり抵当権の目的物が他の何かに姿を変えたとき、その他の何かに対して物上代できる。今まさにその関係じゃないですか。E が C に対して債権を持っていて、C の建物に E が抵当権を取得してしていて、C が A に保険金をかけていたでこの C の建物が今火災でもって焼失し火災保険金を支払ってもらえる状態になったでこの時に E さんの抵当権の目的物といったら土地はあ E さんの抵当権の目的物といったら建物はこの世からなくなってしまったんですが、えー、その建物の価値代替物が このようにあるのであればその価値代替物に対して定当権の効力を及ぼしていこうまさにこの価値代替物が保険金支払い請求権なんですだから E がここに物上代するということができましたよねそれと何が今何言ってるのっていうとここ111ページ見てほしいんです E さんの定当権の目的物である土地なら土地建物なら建物が今、競売されたんですよ。 E さんの提督の目的物たるコート地が競売された。これは物理的に全焼したわけじゃありません。消失、燃えてなくなったわけじゃない。でも競売されたということで、この競売されたことによって C さんが別の何かを手に入れてませんか？別の何か手に入れてますよね。C さん何手に入れてます？C さんは、えー、こちらですね。えー、別の何かを手に入れてるんですよ。 え、C さん何でに出てるの？それはですね、この <coughs> C さんのこう土地が実行されるということは、C さんが三千万 A に第三者弁済したことになりませんか、えー、？C さんが A さんに三千万第三者弁済したことになるね、そうですよねだ。だって C さんは自分の土地を使って A さんに対してですね、えー、自腹切って弁済してやったんですよ。 自分の債務じゃないのにってことね、自分の債務じゃないのに、第三者弁済した、えー。ということは、第三者弁済した C さんというのは弁による、弁済による代、これ、えー、覚えてらっしゃらないだろうなと思って、そこであのテキスト、後ろの部分をちょっと載せておいたんです。ちょっととと見見てい見ていいたただだくくですね、えー、テキストの 276ページ以降のところに弁済による代の話が出てくるで特に277ページ見ていただけますか第三取得者と第三取得者物上保証人と物上保証人。 で今回は、物上保証人と物上保証人111は物上保証人と物上保証人でしたよね。で、この時、えー、C さんが先に第三者弁済すると C が X に対して D の抵当権を取得できる D が先に第三者弁済すると D が X に対して、えー、C 土地に対する、えー、いわゆる抵当権を債権者代による取得する。つまり、C、が、X にに弁すれば X に代位して、D、土地の定等権を取得し D が X に第三者弁済すれば D が X に代位して C 土地の定当権を取得するでもこれ早物勝ちになってしまってはまずいのでこの場合にどっちが先に弁済した場合であっても不動産の価格に応じて他の 定等権者に対して代ししてていきましょうだから D が X に代して C 土地の定当権を取得する場合にはあくまでも C 土地の定当権600万円を取得するにとどまり、ね、C が X に弁済して X に代して D 土地の定当権を取得する場合にもえー結局 D 土地の定当権を取得できるのは300万に限られるという話を思い出しながらの111ページ見てください。そうすすると C が今いいですか C が 自腹切って三千万弁済したのと同じなんですよ。自分の土地を実行して A に配当させたっていうことは結局 C が自分の自腹で持って三千万弁済したことが同じ。そうすると C さんは A に代位します。A に代位して D の落つ土地の抵当権を取得するんですけどね。この時 オツ土地の抵当権を取得するにあたっては、五百一条三項三号によって、えー、各不動産の価格に応じて法定代を生じますよ。ね、えー、各不動産の価格に応じて法定代していくことになりますよ。ね、ということで結局今回はコ、えート地対オツ土地四四千万対二千万だから二対一二対一ということは A の3000万の抵当権のうちの1000万分の抵当権だけを C が手に入れるでこの C の1000万分の抵当権というのがここなんですよ C が取得した保険金 C が取得した保険金ここに E が物上代入する。 この C が取得した保険金というのは今回 C が取得した1000万分の抵当権1000万分の抵当権の上に A さ,んが、えー、A さんの代わりに取得した1000万分の抵当権の上に E が物上代していくという形で結局、物上代によって優先弁済を受けることができますよという形になっていくと。えー い、えー、いうことになっていきますですからあのこの111ページの、ねえー、話につきましては、えー、もう仏上代とお弁済による代位と、えー、自,重自重の代は関係ないんですけどそれがあのおミックスされてくるという非常に難しいところになってくるんですけれどもちょっとですね実際にあのこのえっ、ー この今日私したレジュメの52ページご覧になっていただけますか。52ページのところに。 今の話がちょうど出題されたのがあの24年の14問目に出てきてきおります。問目の14問目24問目の14問目,24問目,の14問目、まあ、ちょっと今日復習の際にご覧になっていただくといいかなと思うんですが24問目の14問目のところでですね実際に今回の話と同じ、まあ、ちょっと金額が違うから何とも言えないんです,、うん、ないんですけどあの同じ出題が出てきているので、えー、ここでもってあの ちょっと今のエッセンスを使って解けるかどうかという話をして確認していただきたいなとでこのサブテキストというのは今回のようにですね講義の中でちょっと癖があるよねっていう部分を解説する内容 としてですね、利用したりですとか、またはあの切り口を変えていくようなですねものとして必要になるものをこのサブテキストで持って説明をさせていただいております。で、このサブテキストにつきましてはあのメインテキストの中に挟み込んでねっていうふうに申し上げることもあるんですけど、挟み込んでねと。 必ずしも申し上げなかったページに関しては読んで、ね、意味が分かれば別にそのままにしておいていただいていいだけれども本当にあの受講生によってはあのあこのサブテキストすごく分かりやすかったですという方といや別に知ってたんで別に大丈夫ですという方と分かれていくので必ずしもあの皆さんメインテキストに挟み込まなきゃいけないよとは言いませんので、ね。えーあの 使えそうなところを使っていただくという形で、えー、あのお願いしたいなと思っていますそして50 50というかその後のセルフレクチャーの部分なんですけれども今説明をしました今説明をしました、えー、ところ126ページ以降の共同程度でセルフレクチャーのところで、えー、ちょうどテキストに 完全に対応する形でもってです、ね、今日やったところが理解できていれば合格レベルどこを理解できていれば合格レベルなのかということをです、ね、このセルフレクチャーでもって皆さんに見ていただこうというふうに期待をしておりますので、まあ、実際問題復習としましては講義聞きました。 セルフレクシ聞きましたあ解きましたそして過去問をやりましたこの3点セットをです、ね、しっかりとやっていただくということによって、えー、復習を完成させていただきたい、まあ、さっきも冒頭で言ったんですけど中上級講座の最大の目標というのは結局ですね、えー、いつ何をやっていけばいいのかいつ何を勉強すればいいのかということが、えーえー、皆さんにです、ねあのー、伝わるかどうか。 いつ何を勉強していれば来年のし7月の試験に、えーね、あの間に合うのかということってどうしても例えば、当連だけを受けていく来年の1月以降の当連だけを受けていくそれは私、選択肢としてはありと思います今年、5 0、えー、午前科目はある程度皆さん結構取れた方いらっしゃいますから1年目の方でも30以上の、ね、点数を取られている方結構いらっしゃいます。だから もう30以上も取ってるんだから私、別に中条況のインプットいりません私、全然それ構わないと思います構わないいと思いますし本当にあの揃えをやりたいという方にはあの全力で応援したいなというふうに思っているぐらいです、えー、だけれども、実は負担を開けると5人中3人が失敗するというのが、まあ、現状なんですね、一人でやろうと思った方の。でなんで失敗するかとというと 結局年明け以降は当連を受けるってことは決めていたとしても年内の勉強方法のスケジュールが決まららなないからなんです。年内のの勉強方法のスケジュール、ね、えー、どうしても民法からやり始めて、えー、好きにやっていると気持ちよく勉強しているとそれは伸びますし、ね、自分でも気持ちいいから、えー、勉強もはかどるしところがふっと気が付くと10月なのにまだ民法やってるっていう状況に陥ってしまう方がまあ多い。 で10月に民法をやってると、ね、いうことになってしまうとまあ あの10月の頭でやればいいんですけど10月の中旬以降まで民法やってるなんてことになると残りね不当法、会社法、消灯法少なくとも主要4科目は年内にインプットを終えたいのにそれが終わってないとなってしまうと慌てて不当法を巻き巻きでやってでも巻き巻きでやったって不当法ある程度時間かかりますから11月の下旬ぐらいにようやく会社法に入れてだけども会社法に入ったらもう11月下旬で,でもう残り1か月弱のところで会社消灯法をやらなきゃいけない。そうすると会社 が巻き巻き状態になってしまってで巻き巻きになったらそれはもう目も当てられないだから民法に関してはもう完璧な仕上がりになったんだけど、えー、不当法以下はぐだぐだ巻き巻きにやってしまうと結局年明け以降の当連になってもです、ね、その未消化を埋められないまま、えー、本試験に臨んでしまうそういう方がすごく多くいらっしゃいます。ででですからご自分であのやるんであれば とにかく完璧なあの目標を。立ててほしいんですよ目標でそのためのアドバイスはあのもちろんあのしていこうと思います。まずね一つ言えるのがもしご自分で1月以降のトーレンを立ててトーレンをなんだトー,トーレンだけを取っていこうと、ねえー、いうふうに思ってらっしゃるのであればだから年内自分で勉強しようと思うのであればいいですかいいですか。 ええー、ああ、八ページのって、あのは、このパンフレットね。パンフレットの八ページのところにある。いいですか、スケジュール。これを一つの目安にしてほしいんです。で、ちょっとね、今年は主要四科目が年内に終わらないパターンになってますから。マイナス巻き気味一ヶ月です。巻き気味一ヶ月。だから、あの、実践力は十月二日に民法が終わってますが。 これだと消灯法までで年内終わりませんから巻き気味1か月9月頭に民法が終わるように段取りを立てるで不当法は、うん、マイナス1か月だから10月の、えー、と下旬ですよねで会社法、消灯法は12月の10日で消灯法が年末、ね、だからマイナス1か月で計算してください。というデッドラインを作って。 そこから皆さんの腕の見せ所です。民法って言ったって、9月の頭っていうのことだけ分かっただけでですね。民法には相続物件、債権、担保物件、しんああ、相続物件、担物債権、親族相続あるんですよ。じゃあ1 0月2日改め9月頭に民法が終わるとして、じゃあ相続は何月何日に終わるのか、物件は何月何日、担物は何月何日、債権は何月何日、親族相続が9月頭に 当たるように、さらに線引きをしてってほしいんです。絶対にその線引きをずらさない。で、その線引きというのはどうやってやるかというと。例えば、えー、と、意思表示。ああ、例えばね、総則だったらば。うん。人、人、だから、制限行為能力者とか、失踪宣告とか、退児とかの人。それから、意思表示、代理。時効。かなあ。代理まで。時効まで。 だから人、意思表示代理、事項 4, 4つだ相続に関しては4つに分けてそれぞれ何日まで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 物件だったらもう,もう分かりますね所有権占有あだから物件変動物件変動所有権占有権ええー、物件も、えっとかもとか所有権有権 物件変動所有権共有権占有権まあ動産の、えー、即時取得それから、えー、溶液権、地上券栄光堺なの溶液権それから何だ何だ あとはあのあの抵当権、質権、先取り権、留置権とかってね、そう項目を分けてそれぞれ何日まで、何日まで、何日まで、何日までってやって物件はここまでに終わるね。同じく債権も同じです。債権については差替え行為取消し、代理、ああ差替行為取り消し、債権者代位、債務不履行解除などの債権相続、連帯債権、連帯債務総裁、債務引き受け債権譲渡。 ね、っていうふうふに項目ごとに何日まで何日まで何時まで何時までってやっていってさっき言った9月頭で民法が終わるように全部目標を立ててください目標を立ててそうしてで同じように不当法も今日は不動産登記法保存登記 え明日は相続登記あさっても相続登記でえ続いて、えー、所有権の特定証券特定証券のここまでここまでここまでねっていうふうにあのかなり分割して分けていって不登法のデッドラインで全部総論まで終わる、ね、なんていって会社法もそうショート法もそう年内までに、えー、主要4科目をすべて、えー、自分のペースで、えー、自分のペースじゃないあのちゃんと決められたペースでインプットが終わる。 そこができた方は中上級コースなんか取らんだったって受かりますでもできないんですよそれは皆さんで,できないんですあのでそれはできてる方はもちろんたくさん見てますよたくさん見てますしそこに対するアドバイスはさせていただきますあのあのスケジュール組んでくれって言われればねもちろんあの今 大変申し訳ないんですが受講生以外の方との対面の受講相談はこういった公開講座以外の場合においてはちょっとお断りはしてるんですけどでも公開講座の今日,今日、ね、来てくださった方に関しては、えー、個別相談、えー、受けますよだからどうやって、えーあのー、スケジュール組めばいいですかというアドバイスはしますけれどもただ実際に組んだだけでも実践という面になった時にやれずれた、ね、やれ自分が体調悪くて23日ずれちゃったっていう時にですね いいいかっっていうことに皆さんんやっぱり相当悩むんですよそういった時にまああの考えられるのがじゃあ乗っかっちゃおうかともう本当こんなこと言っちゃうともとも子もないんですけど中上級講座というのはお金払ってスケジュールを買ってるという面がねやっぱり否定はできないのでそういう面でもってですねあの皆さん方がまあどうしても来年を受かりたい。 そのためにどういうスケジュールを立ててどういう勉強をどれがやっていけばいいのかっていうのが自分でなかなかちょっとイメージがつかないというのであれば、まあ、あの大きな改正がないのでね本当にあの今年皆さん方はあんまり年中長期絶対取るよってなんていうのはちょっと違うかなと思ってはいるんですけど、えー、まあ一つ乗っかってしまうというのは方法としてはありかなというふうには思っています。ただ えー、そうは言いましてもねもう皆さんにもいろいろな考え方あると思いますし今日せっかくいらしていただいた以上はですね、えーまあ、ちょっと生クラスで来てくださっている方のみで恐縮なんですけれども、えー、いろいろあのご相談には応じていこうと思いますので皆さんもきたんないです、ね、意見を述べてご質問等をしていただければと思っております。 それではあの、まあ、ちょっと模擬講義というかね、まあ、実際のテキストの内容ですとか、えー、セルフレクチャーの実物サブテキストの実物を見ていただくという形に終始してしまいましたけれども、えーまあ、皆さん方今まで使っていられた えー、テキストなんかとの違いというのをですねご覧になっていただければなというふうに思っております。あでねちょっとごめんなさい今すごく心,の中にの心残りのことが一つあってちょっと、えー、あの。 罰罰け忘れれたのか <laughs> こ,これ罰ね失礼しましたあので、結局ここどこなのって言われちゃうと、これ、維人配当自順位の代じゃなくて、あのえー、弁済による代の話になりますから、ここごめんなさい、さっき、罰、つけ忘れたのに、罰、罰というふうにね、えー、だから、えー、負担割り付けは債務者と物情保証人のときにはな、うん、されませんよ、債務者の借金でしょっていうから、負担割り付けはされない、ね、自順位の代は、同じ所有者。 同じ所有者の時だけ○○というふうに覚えていただくといいかなと思います。さあそれでは、ょっと一旦私からの話は以上で終了しましてこのあの皆さん方の個別相談ないしはです、ね、講座の説明等に移らせていただこうと思いますので一旦私からの話は以上にさせていただこうと思います。ごご清聴どううもありがとうございました